あ、しまった、ハンドルが、あ、よし、安定してきた。うん、おい、約束の額は持ってきたのか。しまった、あ、よく寝て。今の時間は、え、もう3時。ちょっと寝すぎてしまったから。まあいいや、ニュースでも見るか。最近ロスサントスの路地裏で金を巻き上げられたという被害が多発しています。くれぐれも路地裏には近づかないよう注意してください。はあ、最近なんだか物騒だな。仕方ない、ここは一つ僕が一肌脱ぐとしよう。さて、人目のつかない場所にやってきたわけだが、実は僕スーパーヒーローなんだ。誰にも言ってこなかったが、実はそういった能力があるんだ。今日はそのスーパーヒーローに変身して悪党を懲らしめていきたいと。変身。いや、僕の名前はミスタースマライマン。真ん中の S はすまないの S だ。今日はこの力を使って悪党を懲らしめていきたいと。では早速、あ、よし、準備は整った。では行くとするか。確か今朝のニュースでは悪党どもは路地裏に固まっていると言っていた。ならばそれ行って行って。おかしいな。よし、今度こそは行け。ああ、やった。そうだ、姿勢を安定させなくては。そうだ、よし、安定してきた。ああ、実に空を飛ぶというのは気持ちがいいものだな。にしてもこの街は綺麗だな。あ、このビルとか随分と大きいな。こうやってビルとビルの間をかいくぐっていくのが気持ちいいんだ。うん、ほんと大きなビルというのは見ていて飽きないな。これは行って。やってしまったか。しかし次はミスはしないだろう。大丈夫だ。ちょっと久々だったからぶつかってしまったんだ。普段はこんなようなことにはならないんだ。三度目の正直という。行け行け行け。悪いことは言わない、金だしな。そんなこと言われましても、今財布持ってないんですよ。さっき君が自動販売機で飲み物を買っている姿を見かけたのだが、分かったのならさっさと金出しな。よし、悪党を探しに行くとするか。さて、あ、ごめん、あ、それちょっと今パトロールをしているんだ。できれば道を開けてほしいな。ふう、やっぱり自転車が一番馴染むな。僕が一番最初に乗った乗り物が自転車だったんだ。やはりこう体に染みついているというか、先ほどの大ジャンプのように見せることもない。よし、さて悪党、あ、座れ。あ、まあここら辺にいるかな。お願いです、妹が病気で薬を買わないといけないんです。お前の事情など知ったことではない。お前たち金を奪え。あー、危ない危ない危ない、遅い。しまった、ぶつかってしまった。もしかして君たち悪党か。いや、路地裏にいるってことはおそらくそういうことだね。多分そうだろう。いて、殴ってくるってことは
君たち悪党なんだね。僕は容赦はしないぞ。さて、痛い痛い痛い、ちょっと痛いって。なるほど、なかなか、あ、それちょっと、これは一時退散で、この数ではさすがに分が悪いね。よし、自転車にさえ乗ればこっちのもんだが、少し分が悪いといったところだね。どうするか、どう対処すれば。痛い、前を見ていなかった、前方不注意だ。どうすればいい。な、すまない、ちょっと世界の危機なんだ。ありがとう、親切な人でよかった。よし、これなら勝てる。さっきの悪党どもはまだ逃げてはいないようだ。よし、あー、しまった、ハンドルが、あああれ、みんな寝ちゃったのかな。まあこれで一件落着っていう感じかな。あー、ちょっと疲れたな。あ、いいところにタクシーがあるじゃないか。タクシー乗せてもらってもいいから。ありがとう。そうだな、目的地は、違うな。あ、ここでお願いします。タクシーって快適だな。おい、約束の額は持ってきたのか。すみません、あの、来週までには必ず用意しますので。おい、そう言って先週も払わなかったじゃねえか。信用ならねえんだよ。あの、来週には絶対に用意できるので。もういい。おい、お前ら、やるぞ。お願いします、どうか命だけは。もう押せ。なんだ。すまないすまないすまない、ちょっとやばい、操作がわからない。久々だからな、ちょっと操作がわかんないな。ブレーキってどのボタンだっけな。あ、これから、あ、すまない。ん、何かぶつかってしまったから。あ、前方に大量の人がいるじゃないか。あ、すまない、ちょっと危ないよ、離れてくれ。なんとか止まったか。君、大丈夫だったかい。ありがとうございます。それはよかった。だが、もう少し人がいたような気がするんだけど、他の人たちは大丈夫だったかな。いないってことは、ちゃんと避難できたっていうことだよね。よし、じゃあ帰るかな。最近物騒だから、君も気をつけたまえよ。こういった路地裏は悪党どもがはびこっているからね。はい。なんだかやけに騒がしいな。一体どうしたんだ。ちょ、危ないって。まさか悪党か。悪党は路地裏に出ると言っていた。間違いない。僕は誰かの恨みを買ってしまったのか。身に覚えはないんだが。いて、ああ、やってくれたね。こんなところにいい車があるじゃないか。ちょっとお借りします。ありがとう。よし、これなら悪党どもから逃げ切ることができる。そうだ、車にさえ乗れば僕は無敵なんだ。あ、ちょっと危ないって。危ないよ。危なかった。なんだこの車、パンクしているのか。まともに曲がらないじゃないか。まさかこんなタイミングで不良品を捕まさられるとは。しかし逃げるしかない。敵の数は多すぎる。とてもじゃないが、あ、すまない。ちょっと今逃げているんだ。ちょっといいから。よし、だがスピードに関してはもう行った。今痛みを気にしている場合ではない。ああ、これほどの力を持っていたとはまずいな。こんなところにいい車があるじゃないか。ちょっといいから。センキュー。よし、これでなんとか体勢を立てな。あ、それそれ、ちょっと通してくれ。しかし敵ながらにしていい趣味してるじゃないか。僕もこの車かなり好きなんだ。そう、しかし残念ながらさっき置いてきてしまったんだ。しまった。ああ、しまった。この車はもう使い物にならない。どうすればいい。
こうなったら走って逃げるしかないようだ。しかし僕の 50m のタイムは6秒差で逃げ切れるはずだ。よし、まずい、これはさすがにまずい、やられる。そうだ、僕は空が飛べたんだった。あれは敵の飛行兵器か。厄介だな。危ない。なんとかかわしたのか。しかしやれるはずだ。それ。よし、やったのか。しかしあれだけの量を一人で倒すとなるとさすがに厳しいな。ここは一旦体勢を立て直すのが正義。いった。しまった。最後までご視聴ありがとうございました。面白いと思ってくれた方はチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。メンバーシップに加入すればオタチャへの裏側を見ることができると。メンバーシップに関しては動画の説明欄から登録することができます。ではまた明日。